私
一段階上を目指して頑張ってもらえるわけですから、ぜひしっかりいい試合をかけて、全員が合格できるように頑張ってください。話は変わりますが、この3日目に日本武道館で全日本選手権が行われました。その時に武道出身の日置という選手が愛知県代表で出てきたので応援に行きました。全国から66名の選手が参加をしてトーナメントで試合をするわけですが、64人中間に出てきて最初立ち上がって100名を取るんですが、その日置選手の場合が一番良かったです。一瞬対決した時の大きな声が出たように思います。残念ながら最後2回目になったんですが、全日本の選手の中で一番素晴らしい格好を出した、これが指導選手であったということで非常に嬉しく思いました。皆さんも今日指示され彼に向けて大きな声で試合を勝ってもらえれば、経験があるところへこの試合が響いてそれだけでも合格できるという気は私は思っています。頑張って。ちょっと余分な話ですが、ちょうど私たちは1回目の2列目でした。でその前に東京の警視庁の先生があって、後ろに警視庁の選手の出られなかった選手の方を応援していました。で私も5分目の先に内村選手知っていると思うんですが、全日本で3回優勝をして、そして2位も3回、2位タイも3回ですから、世界選手権も出ている。その選手が見てですね、それに対して3位です。それでちょっと話も、ちょっと見ていただきたいんですが、審査員の先生方が話しています。ですから、今の先生
ないもんで、この線使うのよ。ということでお願いいたします。ということじゃあ線引いてないけど、この線使うまいと真ん中入れます。あのペギはいいけど、
Thank you.
からボールが高くない。審査委員長が発表し、掲示をいたします。